さん、こんにちは。花の番組ランドアイランド。パーション。あげあげ。こんにちは。花のでイエ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 イ。ランドアイランド番組緩い動画とかあんま撮ったことないんですけれども、今日は緩く撮っていこうと思いまして、どんどん突然花のに自由な質問をしてみたコーナー。これはノエノハマる系女子。ああ。ということで、ヌーロンから10の質問をしていきたいと思います。何？ 1. デデデン。身長は体重は今これ身長体重はって言われたんですけども、ってことはヌーロンの方では身長体重聞くと体重大丈夫ですか？全然大丈夫。ほのぼのの身長は 189.1 です。あ、ちゃ 189.1 クソ高いじゃん。いや 139.1 です。まだ140いってないんだ。おくまー、あげめだもん。体重は？体重は28キロ。28キロあげない、38キロ間違いだよそれ。じゃあ28キロです。じゃあ後で見てみ、あるよ、もらったから。28キロだそうです。 28.0 なんちゃら。はい、最近学校で測ったんです。第2。ヌーノーランドで一番好きなスクリーズとかほのぼのありますか？あるよ。バンバン。おー、これすごくない？はい、こちら香りが超いいんです。すごい香りがいいんです。うん、確かに。はい、次の質問いきたいと思います。ほのぼのさんはメイクいつから始めたんですか？メイクはすごいほのぼのの顔じゃん。メイクはいつからだろうな。口紅とかリップつけ始めたのは小3とか小4の時とか。一番好きなメイク道具なんですか？コスメの次、こちら系のね、質問したいと思ってます。ちょっと嘘値段ね、こちら懐かしいと思うんですけれども、値段出しておきます。2100円、390円。絶対逆だろう。はい、それじゃあ、すいません。え、てか 3C のとこだって1050円。あ、でもそれぐらいするよ、ね、もっとするか。やば、黒いリップついちゃった。最近ほのぼの黒いリップとこれが組み合わせが好きで、ほのぼのが買わないような暗めな色なんですよね。でもつけると結構明るめでめちゃくちゃおすすめです。280円。ぜひ皆さんこちらの方買ってみてくださいということで、ほのぼのが一番気に入ってるコスメはこちら。これ韓国のピンクホテルで買ったあちゃひなさんがチョイスしてくれたリップです。え、これほのぼの番組のメイク初のメイク動画の、ありがとうございました。ディズニーシート、ディズニー、うるさい。続いての質問は、ディズニーに関するお質問になります。イエーイ、何個でも答えちゃう、ディズニーだったら。まあじゃあちょっと当たり前の質問なんですけど、ランドとシーどっちが好きですか？シー。なんでですか？タワーベテラーとか、絶叫系がほのぼの最近全然苦手じゃなくなったので、絶叫系がいっぱいある方のシーで好きです。シーで好きですみたいです。ちなみにシーの中で一番好きなアトラクションは何ですか？タワーベテラー。場所はニューヨークシー保存協会が主催する。違う、最近香港ディズニーの方の向こうの方めっちゃ調べてきて、香港ディズニーだそうです。うだからそのエリアで分かるよ、ニモのところら辺が結構好きでとか、そういう話してほしい。アラジンが好きとかインディーンが好きとか。あー、雰囲気だったらインディーンら辺とか。雰囲気だったらインディーンら辺とか。あと写真映えするんだったらマーメイドのところ。写真映えするんだったらマーメイドのニュークシーほど警戒してたの。ありがとうございました。はい、続いてインディーン・ジョーンズのエリアってレイジングスピリットのあるじゃないですか、うん、シングルライダー2つあって、うん、あるでめちゃくちゃ近いんですよね、距離的にも。デレレッテなのでほのぼの TikTok とかでディズニーマウスとかいうのはタワーベテラーのところかアリエルのところか、一番多いのがこのインディーンのところをずっとうろとろしてますね。テレレテーテレレー、若さの泉が見つかった。じゃあ続きまして、うん、ランド系でいきます。ランドね。あ、ちなみにキャラは何が好きなんですか？シリキュートゥーンっていう。あ、すごいいい路線だと思います。そう、かわいいよね。ガチなディズニーのキャラは、ガチなディズニーのキャラミッキーですよね、よかった。でミッキーで質問するんですけど、顔変わる前と顔変わった後どっちが好きですか？え、顔変わる前の方が可愛かった。なんかはっきりしちゃってる。見て、鼻が動いてたから可愛いよ。なんかトゥルトゥルしてたよね。ミニーちゃんは？え、ミニーちゃんも変わる前の方が良かったかもしれない。見られてるからかもしれないけど。そう。で、ノエノも変わる前と変わった後どっちが好きですか？ノエノいつ変わったんですか？今でしょ。変わった
方が好きです。そうなんですね。じゃあ今日これでいきます。口閉じてもらっていいですか。はい。じゃあランドで一番好きな飲み物何ですか。ランド、何気にあれ好きかも、ビッグサンダーマウンテンとね。一番大好きなのは、一番大好きなのを聞いてるんだよ。一番大好きなのはスプラッシュマウンテン。やっぱりスプラッシュマウンテンです。スプラッシュマウンテンが好きみたいです。ノノはスペースマウンテン。ちなみにビッグサンダーマウンテンなんかシングルライダーできたらしいっすよ。マジ、ちょっと調べとくわ。知らなかったんですか。最近本当に東京ディズニーの方が全然調べてないから。香港もめっちゃ調べて、パッキング動画とかめっちゃ見てる。はい、続きまして、ディズニーの曲で一番好きな曲なんですか。 This is the one to take you to the world。 ちなみにまだ言ってないんですけど、香港ディズニーで一番乗りたいのものって何ですか。あのトイストーリーの犬のやつ、違うパートのやつ。分かる人には分かるよね。もう実際多分乗るんで。ノイノ乗りますか。ノイノは遠慮しておきます。で外でさ撮っといてよ。ノイノはその時スペースマウンテンをスペースしてきますので、ね、じゃあスーパースペースマウンテン、はい、スーパーマーケット、スーパースペースマウンテンいっぱい乗ってきます。ほのぼのも乗る。どうですか、こういうゆるゆる系の質問コーナー。いいなと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。何気に結構回してたんで、こちらでほのぼの質問コーナーは終了します。おーい、ノイノの質問コーナー楽しみだよと思ってるヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。見て、わきげ、キャバイバイバイちゃん。あなたもすごい。 Thank you.